国の、肥料対策事業ですね、うん、まあ、基本的に農家さんが対象にはなるんですけど、まあ、今週愛知県は締め切りなんですけど、秋越えの分が終わりますけど、まあ、春越えの分も、一応、対策事業として予定されているそうですね。で、ちょっと今回、まあ、できなかったお客さんもいてですね、ちょっと勇気なのに平手の資材が対象になると思ってなかったっていう方もいられてですね、だからちょっと今一度ちょっと基本的に平書店の市でほとんど対象になりますので、もしまあ気になることがあったらですね、まあ、近くの取扱店様とか、まあ、平書店ですねには問い合わせいただけたらと思います。もちろん国の方に窓口に、まあ、国の事業ですけど県が窓口になってますから、まあ、県のに問い合わせしていただいたりとかですね、まあ、していただくのが一番いいので、まあ、ちょっと対象になるかもとか思ってたら気軽にご相談ください。うん、